どうも、永井秀和です。間違いない。とある日常の話。酒を飲んだから。眠いんだ。間違いない。ありがとうございました。時刻ですわ。眠いですわ。仕込みがきついですわ。そんなこと言うんじゃねえよってね、言う人はいるか思いますけども。いいじゃないですか、別に。言ったって。ねえ。じゃあよ。じゃあ別に見なきゃいいじゃんって話や。うん。いやでもまあ。うん。言いませんけど、まあそんな言いませんけど、この間、地獄でしたわ。うん。この間、とある収録でバカ滑りましたわ。あれは地獄でしたわ。どの番組かは言いませんけども、地獄でしたわ。ああ、間違いない。ああ。もうやべえじゃん。9月1日までもういい、何日もねえじゃん。やべやべ。まだやで。いや、まあ、もう大体はできてんだけど、まだお前やべえって。間に合うだがね。わかった、今日ちょっと、特典のやつはもう全部今日や終わらすだな。間違いない。いや、もう今日それやって終わろう。うん。それやって、今日は寝ます。もう寝ようと思ってたけど。これやって、寝ようと思ってたけど。特典のやつをやってから寝ます。間違いない。はい。もう終わると思ってたろ。今日で、前回が誇張しすぎたモノマネ研究所 25.99 だと思ってたら、なあ、まだ続いたな。うん。いつまで続くだかな、永井秀和が。なあ。わかりません。間違いない。あれ知った。あれ知った。連打よりマシだろ？うん、連打よりな。はい、あれ知った。